あとそうだ、ちょっと YouTube 見たんですけど、伊原くんあれは本当になんか喧嘩してるんですか？ガチでも見たんです。マジで今本当にぶっ飛ばしたのかな。マジであれマジなんだ。なんで今見てるんですか？本当に事実を話すと、僕がその家に泊めてたんですよ。でその家に泊める経緯っていうのが、僕がなんかあいつが Twitter で絡んできて、なんか生意気だなと思ってぶっ飛ばしちゃうと思って呼び出したんですよ、飲みの席に。そしたら僕潰れて酔っ払っちゃって寝ちゃったんですよ。でその店で寝てた時に起きたらあいつがいるんですよ。でなんでお前いいんだよみたいな。呼ばれたから来たみたいな。でそこから彼がいろいろ話聞いたら、なんでお前家帰んないのみたいな。そしたら帰る家がないみたいなこと言ってて。でホームレスでみたいな。で金もなくてみたいなこと言ったんで、じゃあとりあえず一回俺んち来いよっつって、でそのまま飯連れてって、で家連れて帰って、で金もなかったら金現金とか普通に渡してたりして。渡したんだ。結構面倒見てたんですよ。本当にこっちに身寄りもいないとか、個人で育ったみたいな話を聞いたんで。でそしたらあいつが僕の家でなんか隠し撮りみたいな、それを僕の耳に入ったんですよね。その前にはもともとなんかツイッターでなんかあいつが家に住んでるのにかかわらず、俺になんかやたら絡んでくるツイートをしたんですよ。それなんでお前そんなの住んだみたいな感じで俺は切れたんですよ。まずその後に世間にはその僕ん家に住んでることを言ってなかったので、そしたら朝倉未来さんの動画でそれが明らかになったんですよね。これはもうじゃあどうするかって2人で話した時に、じゃあそれをじゃあ事実回収した方が良くなるかっていうことを俺は言ったんですけど、まああっち側はまあそんなに話題になってないじゃん。その話題になってもいないのにこちら側からいきなり弁明するのっておかしいよねみたいなことを言っていて、まあ、確かに俺もそうだなと思って、じゃあとりあえず一回これはまあ話題になるまで寝かせるかみたいな感じになって、まあ、ほっといたんですよ。そしたら朝倉未来さんの動画で明らかになっているにもかかわらず、めちゃめちゃ絡んでくるツイートをし始めてて、それでも完全にやらせじゃないですか、なんでお前そんなことすんのって感じで僕がめちゃめちゃキレてたら、なんかあっちのファンがまず俺に絡んできたんですよ。であっちのファンが俺に絡んできたものを、俺はその絡みに対して死ねよみたいなこと返したんですよ。でそしたらあいつがそれに対して絡んできたんで、もう一番意味わからなかったんですよね、僕からしてみたら。しかも一緒に住んでるにもかかわらず。でそれでもうそこのお互いの意見が、なんでお前このタイミングで絡んでくんだよっていう俺の意見と、あっちはなんで俺のファンに絡んでくんだよみたいなことを言ってきたんで、でそれでまあもう無理だなと思って家から追い出したんですよね。追い出した。でその後にジョイントバーガーが一周年パーティーみたいなのがあって、そこに呼ばれて行ったらなんかあいつがいたんですよね。でなんかその時にあいつが俺の家を盗撮とかをしていて、でなんか暴露キャラで行こうとしてるみたいなことを聞いたんですよ。でなんかそれを聞いた瞬間に、さすがにプライベートされるとか普通にムカつきますし、なんか今まで面倒見てきたので、そんなあだで返されると思ってなかったんで、それでブチ切れたのはあの構図だった。なるほどね。じゃあ2人の中でいろいろあるんだね。2人しか分かんないけど、これからどうなるか分かんないですけど、あいつが次ブレイキングダウンでやるの間違いなくぶっ飛ばして、ブレイキングダウンでやればめっちゃ盛り上がるでしょそれ。